すみっこ暮らしが映画になるんです。この秋、すみっこたちは絵本の世界へ。そこで出会った迷子のひよこ？ひよこを助けるはずが、すみっこたちも迷子に。仲間のためにもう一歩。これはあなたの知らないすみっこ物語。映画すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子。映画でもここが落ち着くんです。ナレーションは僕たちが担当します。